Google 青井響です。さまざまな資格取得を目指しているのですが、まずは温泉ソムリエをゲットしました。わずか4時間の受講で誰でも取得できるので、初心者におすすめの資格です。そこで講師を務められた温泉ソムリエ家元遠間和弘さんにお話を伺っちゃいました。初めてこうやって温泉のことを一から学んだんですけれども、すごく分かりやすくて、あとなんか効能とかの他にも分析書の読み解き方だったりとか、新しい発見がたくさんあって、とても有意義な時間でした。ありがとうございます。実は温泉っていうのはですね、知識を持ってやると効果が倍増するんです。今日の学んでいただいたのは論理的にデジタル的に学んでいただきましたよね。でも一度デジタル的に学んだら、あとはアナログ的に、音声入るときは感覚的でいいですからね。ぜひ楽しんでください。ありがとうございます。どうしてこうやった温泉ソムリエっていう資格を生み出そうと思ったんですか？あの実はね、温泉地の方ほど意外と温泉の専門知識持ってないんですよ。そこの温泉の良さだけはなんとなく分かってるんですね。そこで、お客様に温泉を提供するなら正しい情報も提供しようということで、実は赤倉温泉で始まったんですけども、温泉ソムリエって名前が良かったのか、私もなりたいって方増えてきたんですね。そこで一般にも門を開いたということですね。そうだったんですね。この資格を取るメリットというか、推しポイントをよかったら教えてください。これですね、特に温泉の効果効能、これ適応症って言うんですけども、それをちゃんと読んで入ると効果って倍増するんですよね。でそのポイントをお知らせしましたので、ここを見るべきところっていうのを温泉分析書を見て、その効果があるんだと信じて温泉に頼って入ってくださいね。ありがとうございます。最後に先生のおすすめの温泉もしあれば教えてください。私ね、温泉地というものもあるんですけども、その温泉地が集まった温泉郷とか温泉郷って言われるところが、いろいろ温泉入れることができ好きなんですよ。北と南で言いましょうかね、北の北海道で言うとニセコ温泉郷っていうところがあるんですけども、これも温泉がいろいろあっていいんですね。北のおすすめ。ありがとうございます。次は南のおすすめとしてですね、やはりよく西の横綱って言われますけども、大分県の別府温泉郷、これ8つの温泉地が詰まってるんですけどね、これもいろんな環境いろんな泉質がありますから最高ですね。この2つがおすすめです。ここからは家元おすすめの温泉の良さを番組風に紹介しちゃいます。まずは北のニセコ温泉郷。北海道でも知る人ぞ知る個性豊かな温泉の宝庫。ニセコ連山を取り囲むようにいくつもの温泉地が点在し、蝦夷富士と称される美しい羊蹄山などを眺めながら入る露天風呂や、豪雪地帯ならではの雪見風呂など、大自然の中にある温泉郷だからこそ体験できるロケーションも魅力の一つです。続いては南の別府温泉郷。温泉の数実に数百を超える日本一の温泉地です。異なった泉質の温泉に正しい順番で入ると温泉の効果を最大限に引き出せる機能温泉浴が楽しめます。私も今ナレーションとか声優のお仕事を頑張らせていただいているので、ぜひ何か温泉の番組だったりとかプロモーションする際には私をナレーターに使ってください。ああ、もちろん応援させていただきますね。その仕事を通してぜひ全国の温泉愛好家に素晴らしい情報を提供してくださいね。期待してます。よろしくお願いします。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。